日本東京都墨田区押上押上通り商店街。押上は東京都墨田区の地名。現行行政地名は押上一1丁目から3丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は131-0045。東で文へ、西で東橋、南で北実験川を挟んで対岸になり平、北で向島と隣接する。 教域中央部を東京都道465号深川あずま乗が通る。この間、押上は東京の下町で最も繁華の町の一つを形成していた。この間、押上は商業が衰退していった。旧押上村から、江戸時代以前から存在していた地名であるが、現在の押上より東側にあったという。 また、隅田川沿いで土や砂が堆積していく様子を地名にしたとも言われているが、これには疑問も持たれている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。押上駅地上に東武鉄道の本社が所在する。なお、 この本社は2009年までは現在の東京スカイツリーイーストタワーの位置に所在していた。また、かつては京成電鉄本社も押上駅地上に所在したが、2013年9月17日に千葉県市川市八幡田へ移転した。東京スカイツリーが開業する以前は都営バスでの運行が中心であった。東京スカイツリーの開業後、東部バスセントラル、京成バス、 京成タウンバス、JR バス関東、京浜急行バス等の路線が一気に開業した。現在、押し上げからは、錦糸町駅、亀井戸駅、平井駅、新小岩駅、亀有駅,駅、浅草駅、上野駅、森下駅、門前中町駅、月島駅、東京駅、羽田空港、東京ディズニーリゾート、お台場などへ直通で行くことができる。ありがとうございます。